なんだかご機嫌な BGM ですね。あ、ヒストリーオブデモクラシーインアイルランド。今回はこのゲームを実況していきたいと思います。はい。おこれ伝わるかな。自分が動かしてるのは他とはちょっと違う。僕これを動かしています。今これ顔になった。ちょっとだけテストプレイでやってはみたんですけど、こんな感じで肖像画を形成するこの小さなドットたちを回避するっていうのが、このゲームの目的みたいです。喋ってる余裕がない。ぶつかっちゃった。ぶつかるとこんな感じでやり直しになります。はい、他とは違う動きをしているのが僕です。ぶつかった。難しいすげえ難しいよ。やべ、超難しい。実況ができねえ。あ、オッケー。で、これ顔なのかな。で、帰りもあるから、行きもあれば帰りもあるから、帰るまでが遠足。危ない、難しい。いや、高校生の頃に東方はやったことあるんですけどね。東方ヨーヨームってやつはやったことあるんですけど、それに匹敵する難しさの弾幕ゲーなんじゃないか、これは。あ、でも意外といけた。で、帰りが怖いよ、帰りが。とりあえずこの隅っこに行ったら、おお、外周もダメなんだ。外周に当たるのもダメなんだ。おお難しい。適当に動かしてるだけじゃやっぱ当たるか。よく見て、よく動きを見定めて。難しい。いや、で、帰り。問題は帰り。当たらんように、ちゃんと先も見ながら動かした方がいいな。オッケー。で、真ん中にいるよりも、常に端っこをキープしていた方がいいような気がする。あとちょっとだったのに。一回ぶつかるともうどんどんぶつかっちゃう。これでんか。オッケー。で、ごめんなさい、キーボードカッチャカチャ言ってますけど。おお、顔だ。ちょっとカラーがついた。青っぽくなった。で、帰り、問題は帰り。ここを通ります。ここを通らせていただきます。危ない。すげえ危険なプレイ。すごくギリギリなプレイ。オッケー、次。すごい量。オレンジ色ついて、すごい量。やばい。危ない。人混みの中で道行く人を回避するみたいな、そういうコミュ障的発想で避けていく。大勢の人だかりからうまく人にぶつからないようにっていう、そういうイメージでやっていく。お、そのイメージでやるとすんなりいけたぞ。で、まだある。人を避けるイメージ。人を避けるイメージで、オッケー。お、こういうところでコミュ障の力が発揮されている。人避けるぞ。人は怖い。人間怖い。このイメージいいな。このイメージだとすげえ避けれる。で、まだ来た。まだある。やばい。疲弊していく。どんどん精神が疲弊していく。一回ぶつかって真ん中からリスタートになった時が難しいな。あ、ここは割と安全地帯じゃない。安全じゃない。人が怖い。何この顔。これも一人一人割と著名人だったりするのかな、形成される顔も。おお。オッケー。神回避。さあ、よし、どんどん。すげえ量だな。これ真ん中からリスタートになった時が一番難しい。端まで移動する道中にぶつかるみたいな。危ね、
今すげえスレスレだった。おーおーおお。オッケー。女性かな声は。口の周りがピンクな。ドナルド的な。そんなこと言ってる余裕はない。余裕はない。くっそー。難しい。難しい。で、よく見て、よく見て。人だかりを避ける。人を避ける。なんだかんだ人を避けるのイメージは最強なので。あっ！くっそー。こう。で、こう、あっ！くっそ。超難しいよ。超難しい。これ無限ループなのかな？無限に続くのかな？だったらかなり酷ですよ。かなり酷ですけど。さあ、問題は帰り。そればっか言ってる。帰りが難しい。行きはよいよい。帰りは怖い。帰りのこの帰省ラッシュが恐ろしいほどの帰省ラッシュ。さあ、そして、あっ、イエーイ。あー、クリアできた。よかった、無限ループじゃなくて終着線あってよかった。はい、というわけで今回はこのアヒストリーオブデモクラシ、デモクラ、ん？デモクラ、デモクラティック、ん？あれ、なんかさっきとタイトル違う。デモクラシー・イン・アイルランドみたいな、そんなタイトルじゃなかったっけ。タブに表示されてるの名前違うんですけど、え？デモクラティック・アクション・イン・アイルランドになってる。まあいいや。はい、というわけで今回はこの、改めまして、アーヒストリーオブデモクラティックアクションインアイルランドというゲームを実況しました。次回の実況動画でお会いしましょう。さよなら。